こんばんは、みきまるです。今日は家族が久しぶりに全員出かけているので飲んでいきたいと思います。今日のおつまみはこちらです。じゃーん。簡単チゲ鍋を作ったのでこちらを食べていきたいと思います。そしてそして今日のお酒はじゃん、ハイボールを飲んでいきます。ハイボール飲むのすごい久しぶりかも。それでは皆さん、準備はよろしいですか？今宵の宴に乾杯。美味しい。早速いただきたいと思います。いただきます。簡単に一人前のチゲ鍋ができるっていいですよね。美味しい。冬ですね。皆さん、土曜の夜は何をされていらっしゃいますか？出たよ。土曜の夜は何をされていらっしゃいますか？忘年会かな。皆さん、忘年会をやられている方も多いと思いますね、きっとね。うん。久しぶりにハイボール飲んだ。美味しい。ちょっとこのチゲ鍋を冷めないうちに食べます。お皿に移さなくてもいいよね、一人だから。いただきます。うんうん、美味しい。ヘルシーだし美味しい。今日の晩ご飯みんな何食べた？やはり冬はお鍋が多いかな。皆さん、たまる。カット野菜と豚肉とお豆腐だけです。うん、お肉も、うん、めちゃくちゃノープランで始めてしまいました、この飲み動画。今日のお題は何も決まっていません。なんかあるかな？皆さん、冬休みはどこかお出かけになりますか？旅行に行かれる方も多いと思いますけど、帰省もしたりね。なんか楽しそう、実家でまったり過ごすお正月。私の実家は、すごい近いので、もう本当に車で10分15分のところなので、まあね、お正月の挨拶、あと子供たちがお年玉もらいに行くんですけれども、そうですね、そんなに泊まるとかっていうのはないですね。主人の方の実家がですね、関西の方で日本海側の本当にこう寒い地域で、なのでなかなか冬に行くってことがなくて、だいたい春に行くかな。お正月我が家は毎年スノーボードに出かけるので、今年もスノーボードに行きます。ただね、もうそろそろきつい。スノーボード、首も腰も足も痛くなるしねえ。本当はこたつの中でゆっくりしていたいところなんですけど、まあね、でも来年我が家は長男も次男も受験なんですよ。もうそれどころじゃないっていう感じなので、今年が最後かなっていうところで
スノーボードに出かけようかなと思ってます。今年長いんじゃないですか、お休み9日間ぐらいありますよね。だから皆さん割とゆっくりできるんじゃないですか。ただね、子供たちも旦那さんもずっといるとね、お母さんはやっぱりご飯作ったり何かと忙しいですよね。ほんとハイボール久しぶり。さあ食べましょう。お正月の前にクリスマスがありますね。そういえばクリスマス、皆さん何されます？お家でパーティーですか、それとも普通に過ごされますか？子供たちが大きくなると、もうなかなかこのクリスマスということがあまり一大イベントにならないというか、でも長男なんかは24日は絶対うちでご飯食べるからねって言って、美味しいの作ってねとかって言うんですけど、友達とかと出かけてなんかご飯を食べに行く、クリスマス会なんだろう、パーティーわかんないんですけどやるみたいです。で次男も24日はいるけど25は友達と出かけるって言ってたので、お父さんと2人でどっか行ってきなよとか言われちゃった。とか入った。なんか年取るとこの気管支にすごい入りやすくなりますよね。やだやだ。そうそうそう、クリスマスプレゼント何やろう。子供たちが小さい時は豪快じゃーの時代だったかな、違う、豪快じゃーじゃなくてデカレンジャーとか、なんかそういうなんか変身のおもちゃをよくトイザラスにね買いに行きましたよね。もう今はトイザラスすら行かない。もう今となっては身長もめちゃくちゃ大きくなっちゃったし、足も私が一番小さい。だから玄関が大きい靴がボン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 置いてあって、ね、長男はもう BTS が大好きで、アイドルユニット、グループ、男の子の大好きで、この人かっこいいよね、この人かっこいいよね、俺この髪型みたいかなとか、高校生ってそういうなんか、ハマる時期ですよね。私もすごいそうだったからわかるんですよね。なんかこの人見たくなりたいとか、私たちの時代だと誰だろう、高校生、あ、いいこと思いついちゃった。今日のお題が決まった。お題って言ってももうだいぶ進んでるんですけど、アイドル遍歴、私の。いいじゃんいいじゃん。小学校3年生ぐらいの時はチェッカーズが大好きで、フミヤにハマってたんですよ。光源氏が今度大好きになって、プロマイドとか持って学校行ったりしてたんですよ。ませてるよね。それから中学に入って男組が好きになって、成田昌司が好きだった。コメコメクラブのカールスモーキー氏が大好きになってガラッと変わるというね。コンサートに行った記憶がある、コメコメクラブの。VHS のビデオ買って、コメコメのもう毎日見てた記憶がありますね。あ、そう、19歳ぐらいの頃だったかな、小室ファミリーがすごい出てきて、そう、小室ファミリーが出てきて、篠原涼子さんとか、本当にそう TRF とか、あと誰だ、ひとみさんかな、安室ちゃんとか、河原朋美ちゃんとかがすごいこうバーンって売れて、マックスとかね、なんかもうその当時の曲を聴くともうタイムスリップするよね、本当に。ああ、もうハイボールがなくなりました。これすごいウイスキー感が強いね。お好きでしょ、もう
喋りましょう。まだね、もう一個買ってあるんですよ。ちょっと持ってきますね。お次のお酒はこちら。なんかね、これ美味しそうだったから買ってみました。みかんのお酒、ビタンさんって書いてある。なんかグラスがなくってこれにしちゃったんだけど、ビタンさんって書いてあるからきっと、あ、なんかすごい濃いオレンジジュースみたい。あ、めちゃくちゃ美味しい。これはすぐ飲んじゃうね。スノーボードに20歳ぐらいの頃から行くようになって、もうゲレンデでもうずっと安室ちゃんとか田原の友ちゃんがかかってるんですよ。鉄板で広瀬香美さん、もう絶対。少し上に行くとユーミンとかナイバーとかっていう感じなんですかね。まあ 100% 広瀬香美さん。あのゲレンデが溶けるほど恋したいの方じゃなくって、ゲットダウンの方です。わかります？ゲットダウンの方すごい流行ってたから、カラオケ行ってもゲットダウンの取り合いですよ。あれなんだっけ、ストロボ、ストロボ引っ掛かってやつ酔ってる。あー、なんかカラオケ行きたくなっちゃう。ストロボじゃないよ、それ違うよ。そう、ゲットダウンじゃないじゃん。ゲットダウンはストロボじゃないもんね。まず、まあ、とにかく広瀬香美さんはよくかかってましたよ、本当に。もちろんあのゲレンデのもが溶けるほどもかかってましたよ。何回もリピートされてかかってましたよ。絶好調な冬の恋スピードに乗ってカラオケ行きたい。メインチャンネルにあげるような動画じゃないかも。やば。そういえば私サブチャン作ったんですよ。ミキマルの日常ってやつ。何にもまだね、動画撮ってないんですけど、作りました。これからサブチャンでは、もう編集とかあまりせずに、なんか日常の動画を出そうかなって思っていて、皆さんこんにちは、ミキマルですっていうメインチャンネルとはちょっと違った、もう本当にコンビニでお菓子買ってきたから食べてるみたいな感じの動画をサブチャンで出そうかなって思ったり、最後終わりもパチャンって終わっちゃうような動画をサブチャンで出そうかなとか思ったりしています。これめちゃくちゃ美味しいよ。なんだろう、これポンジュースみたいなお酒。これ絶対美味しいけど、カロリー高そうだし酔いそう。うん、お酒ももうなくなってしまいました。今年も残すところあとわずかになってまいりましたが、だんだん寒さも厳しくなってきて、インフルエンザ、風邪なども大流行しておりますので、皆さん体調にはくれぐれも気をつけてください。40代、無理は禁物、体力温存。ということで、今日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。なんか甘いもん食べたい。